医療法人上磐会時和病院は、かつて、大阪府大阪市、大正区小林西に存在した、医療法人上磐会が運営していた民間の、病院。前身は1937年3月開業の、医療法人、人なり会、串田病院。地域密着型サービスを提供する、中規模病院として機能していたが、再三にわたる経営悪化と従業員への、 給与未払い問題などにより2016年に倒産、閉院した。診療科は、内科、外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、整形外科、58床の一般病床を備えていた。1937年3月に全身である、串田病院が設立。戦災による消失など被害を受けるが、1974年1月には、新病棟を完成させ、 人なり会として法人化を果たす。2010年2月には医療法人上番会に称号を変更し、時は病院に解消する。しかし、診療報酬改定などにより、経営状況は悪化。2009年3月期の時点では、連続赤字による債務超過状態となっていた。その後理事長が交代し一時的に、 黒字復帰したが、2015年3月期の決算では、負債総額が8億329万円に、上るなど再度経営が厳しい状況となった。さらに、数千万円に及ぶ、従業員への給与未払いの発生や、無認可での再生医療の提供といった、経営問題が露見し、2015年12月には、入院病棟を閉鎖し外来診療のみの体制に変更。 大半の看護師、事務員らが退職した。同時期に、市税の滞納や不動産の差し押さえなどによって、資金の確保が難しくなり、2016年9月10日には、外来診療を停止させ、閉院となった。この事実上の倒産に伴い、国が元従業員らの未払い賃金の一部を立て替える、救済措置が取られた。ありがとうございます。